さんの牛エハンゲートネを思い起こしていました。すっぽりと春野の山に抱かれたお釈迦様、心なしか静かに目を閉じて微笑んでいらっしゃるようにも思えました。昨日東京は満開の桜に吹雪のボタン雪、まるで冬と春が同居しているみたいでした。そして今日静岡神奈美に来ています。満開の桜の下で日本一の富士山を眺めました。まさに春爛漫、燃え出した木々のこんもりとした膨らみが春の日に刻々と変わっていきます。